愛楽中年は、倉庫が監督し、1949年に制作された中国映画。脚本は、張愛玲が書き、文化影編講師が制作した。本作は、中国映画史上を通してのランキング投票にしばしば取り上げられており、2013年の香港、田園金座を進むにおける投票では71位、2014年のタイムアウトし、 北京版の投票では55位に入った。小学校の校長だった陳正爪は、妻に先立たれながら3人の子供たちを育て上げ、50歳となったのを機に引退することになる。とはいえ、老人らしい暮らしに落ち着くことはできず、息子の反対を受けながら、辞めた小学校の手伝いを、こっそりと始める。そのうちに、公認の校長となった若い女性教師、劉里都しかと、 意気投合し、二人は再婚を考えるようになるのだが、左から、劉夫人、劉里しか、陳小常、ね。主演の意識は、1940年代から1950年代にかけての中国映画の第二の黄金時代において高く評価された俳優、映画監督の一人である。脚本は、倉庫とされることもあるが、実際に書いたのは、超愛霊であったと考えられている。 蝶は20世紀の中国を代表する作家の一人と考えられている。登場人物の敏家の性格のいくつかの側面は蝶自身の実際の人生と重なっている。敏家と同じように蝶は養母との間に緊張した関係を持っていたし、自分より相当に年齢が上の男性と結婚した。ありがとうございます。